皆さん、お元気ですか？僕ね、56歳で ADHD 発達障害って診断されたんすよね。20年間会社を経営していた会社は倒産し、就職活動するけど年齢的にどこにも相手にしてもらえなかった。採用されてもだいたい1日でクビ、3日でクビ、1週間でクビ、2週間でクビ、どこ行ってもそんな感じでした。なぜなのか理解できなかった。そんな中、家族から一度精神科で見てもらったらということで、自分でも変だなと思う症状を過剰書きにして先生に見てもらったんだ。後半性自閉症発達障害と診断されました。いわゆる ADHD です。 ADHD という症状は一体どんな症状なんだ？注意力が著しく欠落しているので、忘れ物、落とし物、なくし物が非常に多いです。多い。後先考えずに思ったらすぐに行動してしまうんですよ。だから生活費をすぐ使うんですね。だから常にお金がないんです。3、後になって自分の行動が理解できない時がある。なんであの時そんな行動に出たんだろうって後になって不思議に思うことがあるんだ。じゃあよ、 ADHD は基本経営者以外は務まらない。自由すぎるので一般の人から見ると非常識で、すぐにクビになるのだ。5、私の場合、頭の回転が著しく遅いので、映画の字幕が半分しか読めない。だから、ストーリーが半分しか理解できない。お笑いを見ていて、隣の人が笑った後に僕は笑う。あ、6!アマゾンでお金もないのに代引きで物を買い漁る。変な癖がある。翌日商品が届いてもお金がないので受け取ることができないのだ。7、一般人のできることが一切できないが、とてつもない才能を一つだけだいたい ADHD の人は持っているようだ。僕の場合、図画工作だけはクラスナンバーワンだった。その他の教科はクラスで最下位だった。絵ばっかり描いていたので、想像した絵や、そして大人になるにつれ、写真を撮ったり、デザインしたり動画で表現することができたのだ。今日はそんな僕がこの56年間で失敗したことを話してみたいと思う。ある日、一人暮らしをするためにアパートの手続きに行った。手続きが無事に終わり、鍵をもらえたので引っ越しをした。ここまでは普通である。
ああ、一週間後。不動産管理会社から電話があり、不法侵入をしているので、至急立ち退いてくれと連絡があった。一ヶ月分の前家賃を払っていないということだ。では、なんで、鍵がもらえたんですか？理解に苦しいんだよ。おっちゃんは本当に苦しいんだ。でも、頭の中は引っ越ししなきゃって、一色になったんだよね。次の日、引っ越し先を探し始め、気に入った物件があったので、不動産屋に連絡をして、実際にその不動産を見に行く約束をしたんだ。ここからが変な行動に出るのだ。僕は部屋を見に行くだけなのに、なぜかトラックを借りていた。レンタカーで。そして家財道具を積み始めた。引っ越しするつもりのようだ。そう、まだ借りてもいない、ただ見に行くだけの部屋なのに引っ越しをしているのである。変でしょ。で、その日ね、見学するマンションにつき担当者が来るまでの時間があったので、マンションの入り口付近に家財道具を下ろし始めると、管理人が慌てて出てきて、どういうことですかと言われました。当然だよね、今考えると。説明しよう。僕はこのマンションの〇〇号室に引っ越しに来ました、伝えると、そんな話は聞いてませんよって言われたんですよ。確かにその部屋は入居者募集って書いてたけど、そんな話は聞いてないよって。すると、その人が連絡したんでしょうね。スーツ姿の人もやってきて、詳しい話を聞かれたが、話が通らなかった。まあ当然だけど、警察までやってきて、事態は大騒ぎとなった。たまたまね、そのマンションに住む男性がやってきてね、僕の顔をじーっと見るわけよ。そしたらね、私は精神科医だが、非常に興味があるってね。でも僕はその意味が分からなかった。そんな中、僕が連絡していた不動産会社の担当者から電話があったんだよ。どういうこと？すいません、お約束の時間からお待ちしておりますが、何時頃到着されますかって言われてね、僕は30分前から来てますがね、あれ、荷物を下ろしたマンションは違うマンションだったと気がついた。現場は大騒ぎになっていて、その旨を説明して詫びを入れた。そして不動産担当者に、家財道具をトラックで持ってきているので、すぐにその部屋に入れたいと話した。ここがまた不思議である。その人の回答は、入居希望をいただいてから保証会社を通したり事務手続きとかで2週間はかかりますんで、と聞き、僕は気がついた。この荷物どうしよう。結局知り合いの倉庫に一時避難することになり、その倉庫に家財を移動したのだが、荷物を運び終わって気がついたのである。帰る家がないことに。
然ホームレスになったのである。その日の夜はバイトしていた事務所で寝たのを覚えている。次の日から僕は区役所の保護課に行き事情を話した。生活保護の手続きの案内を受け、とある教会に行きなさいと言われ、その教会に行くと1日1000円のクオカードとカプセルホテルのチケットがもらえたのだ。裏はついていて快適だった。生活保護は1ヶ月で受け出せたが、その後のことはよく覚えていない。こんなやつ野放しにしていいんかい。ああ、これが僕の失敗談の一つである。まだまだたくさんあるので、話は尽きないだろう。